王線、新宿から八王子などを結ぶ関東の大手私鉄の一つである。この動画の作成時には、17年ぶりの新車である京王5000系の投入でさぞかし騒ぎになっているであろう。そんな京王線だが、平日の夕方から夜にかけてと、休日深夜の一本に、な列車が存在する。題名や後ろの動画から察しがつくと、思うが、快速、つつじが丘行き、である。この列車は、主に高尾山口、橋本発の列車に設定されている。一見普通の快速列車に、見えるのだが、なのは停車駅にある。京王線の路線図を必要なところだけ拡大して、乗せてみました。快速つつじが丘行き畑尾山口や、橋本方面からやってくる。快速は調布より西側和各駅に止まる。そして列車は、つつじが丘行きである。ということはつまり、通過駅は、福田、国領、柴崎の3駅のみである。そう、3駅のみなのである。この快速は、この3駅を通過するためだけに、各駅停車、ではなく、快速、として運転されているのだ。しかも通過しているのは全部調布市の駅である。何かこの3駅に恨みでもあるのかと思われるかもしれないが、実はこの列車の設定には、調布駅の地下化が関わってくる。調布駅が地上の時代、京王線の本線系統と、相模原線が分岐する重要な駅であったが、なんと京王線系統の下り線と、相模原線系統の上り線が、平面交差していた。しかもそれは20世紀で、終わらず21世紀になってもなお要あれ、近くの踏切は全く開かない上に、ボルトネックとなりダイヤも常に、飽和状態となっていた。そんな中、2012年夏、ついに地下化及び立体交差化を、行い、平面交差によるダイヤの、制約はなくなった。のだが、ダイヤ改正とは別の日に、地下化を行ってしまったので、ある問題が発生した。それは、地下化後の調布駅に折り返し設備がないことだ。地上時代は相模原線の、確定が新宿側の本線を、潰して折り返しをしていたが、地下立体交差化により、折り返しが不可能になってしまった。そこで、調布止まりの電車は新宿側で、一番近くにある折り返し設備を、持つつつじが丘駅で折り返すこととなった。その後のダイヤ改正で、調布折り返しの電車は、なくなることとなったが、夕ラッシュ時などにはやはり調布始発の、列車が欲しかった。調布始発を運転するために、新宿や桜上水、さらには都営新宿線から回送電車を運転することもなくはなかったが、やはりつつじが丘駅での折り返しが、編成数の兼ね合いもなんとかなるので、手っ取り早い。そこで、つつじが丘行きの電車を走らせるのだが、できるだけ調布とつつじが丘の間はノンストップにし、編成数が少なく済み、また後続列車も詰まらないために、この区間を通過する、快速、として運転されることになった。ちなみにこの列車は調布西の各駅停車も兼ねているため、区間急行やそれ以上の種別での設定も向かないことも付け足しておこう。ということで、いかがだったでしょうか？財政編とは少し違うかもしれませんが、車両運用はそのまま保守費用や場合によっては2増することにもつながるので、意外と関連づいていたりすると思います。では、本日もご覧いただきありがとうございました。